キムラキョーパーマタイリーマーレフリーは梅木千葉康則。ラウンド1まずはファーストコンタクト。どちらの打撃が強いかに注目が集まる中、木村のローに合わせるように中井の右ストレートがクリーンヒット。そのまま上をキープします。今取れる脇をすくい上げて落ち着いてキープしろ。3分経過、残り時間2分、残り時間2分、殴れ、数を減らして強く殴れ。さらにマウントポジションを取ると上から強烈なパウンドを投下。タフな木村もたまらず、なんとかブリッジで逃げようと試みます。しかし中井のプレッシャーはきつく、木村は体勢を変えることができません。最後は渾身の腕十字で木村は無念のタップアウト。中井は完勝を果たすとともにその無敗記録をまた更新。ただいまの試合1ラウンド4分32秒腕十字により赤コーナー中井凜選手の勝利となりました。木村選手本当に強かったです。そしてサンプラスアテナにぜひベルトを作ってください。吉野巻きたいです。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。